死の遊び、天の目葉月編。誰もいないはずの店に明かりがついていた。え、あれ？ライト君。店には疲れ切った顔の夏美さんがいた。化粧でうまくごまかしてはいるが、目の下にうっすらとクマができている。今日お店は休みだけど、天の目との待ち合わせに使おうと思ってな。すごいな。勝手に。夏美さんこそどうしてここに。その、ちょっと忘れ物しちゃったの。ダメね、おっちょこちょいで。夏美さんが手に持っていたのは、アミが愛用していたポシェットだ。じゃあ、私は警察に行ってくるから。店は好きに使って構わないけど、あまり遅くならないようにね。太っ腹やな。夏美さんは足早に店を出て行った。足取りは頼りなく、今にも倒れそうに見えた。ん？あれは？カウンターの片隅にチラシが無造作に散らばっていた。アミの写真の下に大きな文字で、この子を知りませんかと書かれたビラだ。じっとしていられないんだろうな。天の目を待つ間の暇つぶしにぼんやりとテレビを眺める。ちょうど地域ニュースの時間で新作の話題を取り扱っていた。昨日、大和神社で女性の死体が発見された事件につきまして、新座警察署では事件と事故の両面で捜査を進めていく模様です。大和神宮管理部の発表によりますと、夜間の開園はしばらく見合わせるとのことです。なお今回の決定を受け、大和神宮で公演予定だったアイドル、クルセモモさんのライブは中止となりました。なお再演の日程については、ニュースの話題に合わせて銀髪の少女の写真が写っている。例のアミの好きなオカルトアイドルだ。ライブに行く予定はなかったとはいえ、アミが聞いたら残念がありそうだ。お、ちゃんと来てたね。お利口な君にはこれをプレゼントだ。天の目が投げつけてきたのは、ドンという缶コーヒーだ。ああ、ボスのオマージュね。缶には、山賊の親分みたいなごつい男の顔がプリントされている。普通の缶コーヒーのカフェイン量は約 150mg だが、こいつはその2倍らしい。どうだい？脳みそに効きそうだろ。そうだね。おやおや、喜ばれるとはね、嫌がらせのつもりだったのにさ。あ、ほんまに？私嬉しいけど、カフェイン量たくさん入ってる飲み物。付き合いは長いけど、未だに君の好みは読めないな。期待を裏切る男だね。さてと本題に入ろうか。君が取り調べで話したこと、サツの友人から教えてもらったよ。アミの失踪には和服少女が関係あるとか言ったそうじゃないか。正気かい。まあ疑われて当然だな。お前が同じこと言ったらバカにすんなとぶん殴ってる。殴るのは余計だよ、野蛮人め。確かに。え、誰かに信じてもらう必要はない。これは俺の問題だ。俺が何とかする。相変わらずの自信だね。無謀な勇気。まるでドン・キホーテだ。でもね、そこが君らしい。この社会どっちを見ても人に頼ろうとする連中ばかりだ。一人で我を通そうとする君の存在は希少だよ。君のおとぎ話を信じるかどうかはともかく。君という変人が事件にどう挑むか、とても興味がある。いい退屈しのぎになりそうだ。僕も付き合おうじゃないか。ありがとう。その顔、文句なしってことでいいんだよな。まあ、一番、今出てきてる登場人物の中では一番頼れるもんね。
それに興味本位だけじゃない。実利だってあるさ。アミちゃんを見つけたら、夏美さんの点数を稼げるだろう。あんた夏美さん何歳やと思ってんのな。彼女の堅牢なガードを崩す繊細一遇のチャンスじゃないか。あんた、あれやな、成熟した人がいいねんな。キャピキャピした自分と年の近い女の子よりも、もう成熟した、酸いも甘いも経験したような大人の女性が好きなんやな。ああ、そこ喋るんや。面白くなってきた。以前君と一緒にうちの島でやんちゃした売人を締めた時を思い出すよ。そういやあの売人はどうなったんだ。お前に任せたはずだよな。さあどうなっちゃったんだろうね。あれ以来見ないけど田舎にでも帰ったのかな。ドラム缶の中に掘り込んでカニを山ほど入れたんやろ。そっからでカニに体を食わすという悪魔の所業をしたんやろ。彼の故郷は海辺って話だし、今頃魚と仲良く泳いでるかもね。深く追求しないでおくか。おや、お客さんかな。あ、勢いよく入ってきたのはゴシック服の少女、葉月香織だった。あの、夏美さん、アミちゃんのこと詳しい話を。あ、木島くん、夏美さんは家にいないからお店だと思ったんだけど。場所はアミちゃんに聞いてたから警察に出かけてったよ。そっか。その格好、君が葉月香織さんだね。なかなか可愛い子じゃないか。丸橋が大喜びするだけはあるな。あなた誰？なんで私の名前を知ってるの？もしや FBI の超能力捜査官で独身術？大変やな。もしそうだったらサインを。いちいちそういう会話挟まなあかんの。僕の名前は天の目聖司だ。天の目なんて名字珍しいだろう。これで察してもらえると話が早い。う、あなた天の目組の人？天の目の意味を察した瞬間、葉月の顔がこわばった。そうやな、多分この子が黒瀬桃やから。そんなね、暴力団との接触ってあんまり芸能人良くないもんね。天の目政治の知人でないなら、これが普通の反応だ。なんでヤクザがここに？こいつは俺のダチでな、組長の息子だが一応仇だ。ちょっかいさえ出さなければ噛みつくことはない。犬みたいな紹介はやめてくれ。それより葉月さん、アミちゃんのことをどこで聞いたの？私が留守の間に夏美さんから電話がかかってきたみたいなの。でも詳しいことがわからなくって。木島くんでもいいよ、何が起きたのか教えてくれる？そうだね、僕も君の口から直に聞きたいと思っていたところだ。葉月さんなら君のおとぎ話を信じてくれるかもしれないよ。女の子はメルヘンなのが好きだから。おとぎ話。俺は二人にあの夜のことを話した。暴走車に襲われ、アミが消えて、そして格屋と遭遇したこと。天の目はニヤニヤしながら聞いている。旗から信じる気はないらしい。一方の葉月は怖いくらい真剣な表情だ。強い眼差しからは一言も聞き逃すまいという熱意を感じた。マジ？ああ、信じられないだろうが。うん、信じる。葉月は意外にも即答した。その角谷って女の子、きっと怪異に違いないよ。怪異？なんだそりゃ。え、怪異を知らない？オーパーツのモエッチの H 特集記事読んでなかったりする？知らん、読んでない。
ちなみに月刊オーパーツはマイナーなオカルト雑誌さ。知識が広いね。幽霊や都市伝説なんていう低俗な妄想を垂れ流してる。まともな人間の読むものじゃないね。妄想じゃないよ、真実だってば。木島くんもそう思うよね。幽霊や都市伝説を信じるよね。なんかどっちでもないよね。面白そう。面白そうやとは思うけど信じてないな。やれやれ、だから男の子はダメなんだ。面白そうとは思うよ。けどこんなもん全部信じてたらさ、世の中から人間いなくなるやん。怪異はね、人間じゃない存在なの。強い恨みを残して死んだ人の変わり果てた姿だって言われてる。つまり幽霊みたいなもんか。確かに似てるけど、もっと凶悪なイメージだね。怪異は生きてる人間を強く憎んでるの。だからね、私たちを殺そうとするんだ。背中にじわりと嫌な汗がにじんだ。暴走車からなんとか逃れた昨日の夜の出来事を思い出す。他に何か情報はないのか。そうだね、怪異の特徴は恐怖を糧にすることだ。人間を死の淵へ追い詰め、恐怖と絶望に染め上げようとする。それが連中の望みなのだ。みたいなことが書いてあったかな。恐怖か。あのさ、木島くん。浦島女を探してと、かくやって子は言ったんだよね。それが奴との遊びらしい。それってつまりさ、浦島女が噂通りに存在するってことになるのかな。浦島女を知ってんのか。そりゃもちろん。浦島女は今新作の怪談掲示板で一番ホットな噂だからね。この話題はもういいだろ。あれもしかして怖いの？幽霊の実在を検討するなんて無意味さ。愚かしいし非生産的だ。怖いんちゃん、この子もしかして。葉月、その浦島女ってなんだ？大和神宮に出るって言われる女の人の幽霊だよ。神宮内にある浦島池にちなんで浦島女って名前なわけ。でね、その浦島女なんだけど、怪談掲示板にこんな噂があったんだ。浦島女。喋ってくれたわ。読み上げるまでもなかった。大和神宮で見つかった女子大生の死体のこと知ってるよな。あれって浦島池のほとりらしいぜ。きっと例の浦島女の仕業だ。あんな感じ？浦島女はな、浦島池で死んだ女の幽霊だって言われてるんだ。大和神宮であることをすれば現れる。どうすりゃいいって？簡単さ。静まり返った深夜の浦島池にポイッと石を投げ込めばいいんだ。もっとも浦島女の姿を見られるかどうかは運次第だけどな。運よく見たって連中の話だと。浦島女はずぶ濡れの妊婦の姿をしているんだってさ。妊婦の姿しててベビーカーをしてるってことは、第二子がお腹に宿ってるってことかな。で、死んだ女子大生なんだけど、彼女な、大学の友達に誘われて、浦島女の噂を確かめに行ったらしいぜ。深夜の公園だし、どんな下心があったか分かったもんじゃないけどな。池のボート乗り場にたどり着いた連中は、誰が石を投げるかじゃんけんで決めた。
で、その女子大生の子が負けちまった。彼女はビクビクしながら適当な石を拾い、えいっと浦島駅へ、駅って言っちゃうな、浦島駅へ石を投げた。静かな園内に水面の鳴る音が響いた。その子と男友達はゆっくり辺りを見回す。けど周りに人の姿はなかった。月にぼんやり照らされた浦島池も変わったところはない。青い顔をしてた連中も安心したんだろう。噂は所詮噂だって笑い合ったそうだ。とはいえ薄気味悪かったらしく、その日はすぐに引き上げたって話さ。その翌日からだよ。その女子大生が学校に来なくなったのは。何度電話をかけても出ようとしない。メールを送っても反応がない。数日経って心配した友達が会いに行こうと思ってたら、その子の水死体が浦島池で見つかったってわけさ。その死体にはどういうわけか、たくさんの亀が群がっていたんだとよ。気色悪いね、ちょっと。これが浦島女って呼ばれてる怖い噂だよ。なかなかパンチの効いた内容だったでしょう。怖いん？天の目を見ると、ただでさえ白い顔が血の気を失ってさらに白さを増していた。うつろな表情で目の焦点が合っていない。もしかして、あなた、お化けや怖い話がダメな人？ぐっ。そうだよ、悪かったな。僕のそっち方面への苦手意識は、そば粉のアレルギーと一緒さ。つまりはそういう体質なんだ。仕方ないだろうが。組長の息子なんて言うから、どんな怖い人かとドキドキしてたけど。可愛いところあるね、天の目くん。なんだよ、その慣れ慣れしさと満面の笑みは。こいつは小学生の頃からそうだ。幽霊や怪談にからっきし弱い。臨海学者の夜に怖い話を聞いて、一睡もできず、翌日にぶっ倒れたりもした。相当ね、それは。角屋の言ってた浦島女、やっぱり噂話と関係あるのかな？浦島女なんてものが他にいるとは考えにくい。噂を追ってみる価値はある。だよね。追うしかないよね。浦島女の正体とその真相を。嬉しそうだな。そりゃあ心霊やオカルトへの興味はライフワークだもの。その妙な趣味も服と一緒でオカルトアイドルの影響か。まあね。モモラーとしては当然かな。浦島女には、夜の大恒例ミニライブを中止にさせられた恨みもあるし、噂を調べること自体は僕も賛成だ。浦島女なんて実在しないことを証明するためにもね。ついてきてやじゃ。正体はただの散歩中の妊婦だよ。幽霊の正体見たり枯れ花ってやつさ。夜中に？夜中に妊婦が散歩してんの？それ以前についてくる気か。そりゃそうだよ。生で怪異を見られるチャンス、逃すわけないじゃない。会ってどうする？まさかサインでももらうのか。うん。で、そこまでバカじゃないし。生で見られるだけで幸せなの。アイドルのファンと一緒だよ。それにアミちゃんのこともあるでしょ？浦島女を追っかけるのは、私にとっては一石二鳥ってわけ。だから、木島くんよろしくね。うん、よろしくね。心霊関係は私に任せて。何だって答えちゃうから。行くのは構わない。で、ついてきや、あんた。大和神宮、夜間は閉鎖中だって、ニュースで言ってた気がするよ。無駄骨になるかもしれないぜ。様子を見に行くだけでも十分じゃない。
それにね、厳重に見える場所でも意外と警備の隙ってあるのよ。熱狂的なファンがアイドルの楽屋に忍び込んだりとかあるしさ。その熱狂的なファンってお前じゃないだろうな。その服、クルセモモの楽屋から盗んだものだったりね。呪い殺すよ、二人とも。できんの、呪いなんて。いい時間だし、行くなら早く出発しようじゃないか。そうそう、サツには気をつけてくれ。時間が時間だし、見つかると補導されて面倒なことになる。あ、それなら私に任せてよ。おまわりさんに出くわさないルート、案内してあげる。どうしてそんな道を知ってる？私、心霊スポット巡りが好きなんだ。だから夜歩きすることが多くって、いろいろ詳しくなっちゃった。じゃあ俺が丸橋を倒した夜も、うん、心霊スポットに行った帰り、一人で行ってんの？あの繁華街に幽霊が出るっていうハイキャバクラがあるって聞いたからね。たまたま窓が開いてたから中に忍び込めたはよかったけど、レイと会えなかったのは残念だったな。2時間も待ったのに。なあライト、この子ちょっとおかしいだろ。妙なのは服装だけじゃないらしい。けど離れはしているようだ。世話がかかるよりはいい。まあね、幽霊見てワーキャー言うタイプじゃないならその方がね。そういう考え方もあるか。ま、見た目は悪くないし、何かの役に立つこともあるかもね。女の武器が必要な時もあるかもしれないしな。あの、全部聞こえてるんだけど、私に体使わせようとしてるね。俺たちは黒うさぎを出ると、葉月の案内で、大和神宮へと向かった。浦島女ね。数分歩いて大和神宮の入り口まで来た。情報通り正門は閉じられている。うん、やっぱり夜は閉鎖されてるみたいだね。とはいえたかが公園だ。大したセキュリティもないはず。門扉の高さを目測してみる。あれなら乗り越えられ、門扉はさ、セコム入ってるんちゃう？ま、ライト、君なら楽勝だろうね。一応監視カメラはチェックしよう。通報されると厄介だ。それより目障りなのは、天の目は背後に一別をくれた。やっぱりあそこだね。警備員が詰めてやがる。こんな遅くてもいるんだ。どっかで帰るのかと思ってたけど、一般には完全に無人になる時間帯の方が警備の必要性は高いんだよ。葉月さんは知らないかもしれないけど、これ常識だからさ。二人を絡ませると面倒なことになりそうだ。とにかく話だけでも聞いてみるか。警備員さんに話聞くの？あ、ちょっと待って、セーブしよっか。では、公園の中に、公園の中にね、入るために、いろいろ調べてみましょう。まあ、まずは警備員室かな。警備員室の明かりはついている。この時間でも警備員が詰めているようだ。近づこうとした俺を天の目が手で制した。僕が行こう。家庭の事情で交渉ごとには慣れてるから。そう言い放って悠然と警備室に向かうと、奴は手の甲でガラスを叩いた。あの、すいません。受付の窓が横に開き、眠たそうな男の声が返事をした。何？今日はもう閉園だよ。あ、すいません。僕今日公園に来たんですけど、中のベンチに忘れ物をしたみたいで、探しに戻ってきたんです。そういう設定で攻めることにしたようだ。しかし警備員の反応は芳しくない。さあ、落とし物なら管理部に電話で聞いてくれよ。ここは警備と案内だけだから。
管理部。あのね、さっきも言ったけど、もう閉園なの。知りたいことがあったら案内板と張り紙を見て。それじゃ、面目丸つぶれですな、誠司くんよ。ちっくずが。あんたな、自分の失敗を。こんな時間だ、無理もないか。役に立つ情報を引き出すなら何か工夫が必要だな。公園なんてなんぼでも入り込む隙間ありそうやけどね。全部を囲えるわけじゃないでしょ。まあ、囲んでるかもしれんけど、こんだけ大きかったら。張り紙には大和祭についてのお知らせが書いてある。池に住むという水神に感謝と祈りを捧げることを目的とした祭りらしい。公園の入り口ゲートだ。閉じている。監視カメラはないみたいだな。確かに見当たらないね。まあでも警備員がすぐ横に詰めてるからね。まあ僕らにとっては好都合だけど。ああ、門の高さも大したことないしな。ってことは、門を乗り越えても心配はないってこと。警備員に見つからなければな。結局そこか。まあでも、ガッチャンガッチャン音するでしょうね。門なんかのよじ登ったら。警備員の目と耳を塞がないと。園内の見取り図が描かれた案内板だ。見取り図によると中央には浦島池があり、その中の島にお堂が建っているらしい。島の名前は竜宮島?見取り図の下には神宮について簡単な説明が書いてある。竜宮島の玉手堂はこの神宮と本堂であり、祀られているのは立つと美の水神。水神には珍しく、ご利益は安産や健康で、子供に祭神の名をつける親もいるという。ちなみにそのご利益を得るためには、太陽が最も高い位置にあるとき、名前を書いた石を池に投げ込むといいそうだ。池に石を投げるってところ、浦島女の噂と似てるよね。まあ、真逆やんな。あっちは夜だけど。神頼みにしろ幽霊にしろ、くだらないのは変わらない。信心深い連中から金を巻き上げる詐欺の手段としてなら興味深いけど。腹立つ。罰当たればいいのに。まあ、でも全くの逆なんやったら、太陽が一番高いのって、午後2時やもんね。真逆で行くなら深夜2時に投げ込むっていうことになるけど、深夜2時やったっけ？池に投げ込むの。深夜なら何時でもよかったんやったっけ？この公園ができる前、神社だったことを示す赤塗りの、朱塗りかな？立派な鳥居だ。チラシが落ちている。中止のお知らせと書いてある。どうやらライブが中止になったらしい。ほう。ライブってあれか。ああ、そういや中止になってたね。クルセモモのライブ。変わった売り方してるけど、最近売れてるのは事実だ。ライブ中止、マジ残念。すごく楽しみだったのに。このチラシはもらっておこう。詳しい事情を警備員に聞けるかもしれない。それやったら、天の目くんはもう顔が割れてるからさ。まあ、私が言ったら元も子もないから、葉月さんがこれ持って警備員に聞きに行ってる間に我々が特攻よね。警備員室に、バッグから中止のお知らせを取り出す。これを見せれば警備員から何か話が聞けるかもしれない。ライト、ここは君に頼むよ。さっきの奴が来たと思われると適当に。まあでも続けざまにこんな時間にね、同い年ぐらいの子が2回も来たら、その時点であいつの連れやなってバレるけどね。わかった。警備員室に向かい静かに窓を叩く。すぐにそれは横に開き、
あの眠たそうな声が聞こえた。はい、何？このチラシにあるライブなんだけど。あー、アイドルのやつか。それ中止になったよ。それはわかってるが、どうして中止になったんだ？例の女子大生の死体のせいに決まってんだろ。わざわざ言わせんなって。誰もが知っているかのように。たくなんでこんな日に限ってあいつじゃねえんだよ。あいつ？明日シフトの警備員がそのクルセのファンでね。こっちも散々話聞かされたんだよ。あいつだったら多分あんたの質問にも喜んで答えたと思うぞ。同じファン同士だもんな。いや、別に俺はファンじゃ。いい加減しつこいよあんた。通報されたくなかったらさっさと帰ってくれ。たくアイドルオタクってのは本当に厄介だな。風評被害。浮かない顔だがどうだった？ライブは中止になったそうだ。それはもう知ってる話でしょ？もしかしてそれだけ？いや、もう一つある。明日来る警備員はそのクルセモモの大ファンらしい。クルセモモのファン。それって重要、では明日来たら気がそらせるかもってこと？これでこの正門で調べられるところはほぼ調べ尽くしたはずだが。さてと、大体調べたぞ。公園の中を調べるなら、結局門を乗り越えるしかないんじゃない？それはいいが、警備員はどうする？そこが問題だよね。こうなりゃ強行突破しかないか。あの程度の高さならひとっ飛びだろ。そりゃ運動バカの君ならそうだろう。けど僕と葉月さんは違うんだ。よじ登るのに多少の時間を食う。そのタイムロスが致命的だね。リスクが高すぎる。確かにな。じゃあ俺だけでちょっと行ってくる。おいおい、マジか。あ、大町だ。ここまで来たんだし手ぶらで帰るのも尺だろ。ひとっ飛びってすごない？自分の身長よりも高く飛ぶってプロの選手でも難しいんじゃないの？けど入ってどうする気だい？そうだな。よし、浦島池に石でも投げてくるか。そうすりゃもしかしたら浦島女が現れるかもしれないだろ。ダメだって、木島くんが呪われちゃう。噂が本当ならそうなるな。けど浦島女を追う以上、どこかで危ない橋は渡らないといけないだろう。それが後か先かって話だ。もう浦島女は出てくる前提やね、これ。でも、分かったよ、ライト。君の決断を支持しよう。天野目くんついてきたくないもんね。僕と葉月さんが警備員の気を引いておく。その間に入ってくれ。あ、任せた。方針は決まったね。そういうわけで葉月さん、協力してもらうよ。わかった。天の目と葉月が作戦の打ち合わせを始めた。どうやら二人でちょっとした騒ぎを起こして、警備員の注意を引くつもりらしい。てか普通に、あれじゃない？私やったら、天の目くんその辺に倒れて、で、そこをたまたま通りかかった葉月さんが、人が倒れてるんですけど、って言って警備員に駆け込むっていう。そしたら警備員が、あ、これさっきの子やん。病院病院っていうね。その作戦どう？という方針でいこう。君は僕のペースに合わせるだけでいい。演技とか下手そうだしな。私の本気を見せてあげよう。細かい点はアドリブでいいよね。まあ、多分この子クルセモモやもんね。女優とかもやってるって言ってるもんね。おいおい、頼むからバカな真似だけはしてくれるなよ。じゃあライト行ってくる。昔さ、探偵ナイトスクープで、関西のおばちゃん、関西の人やったっけ？人たちは、台本なくても演技をやれるみたいな。なんかそういう検証を行ってたのを思い出すね。君の方は適当にタイミングを見計らって侵入してくれ。
そう言い残すと天の目と葉月は警備室の方に向かった。すまないカオル子、君へのプレゼント公園に忘れてしまったよ。あ、そういう感じ。明日渡すからどうか許してくれないかい。ひどい、聖二郎さん。私の誕生日今日なのに、すごく楽しみにしてたのよ。私だけじゃない、お腹の子だって。え、子供？打ち合わせにそんな話はできちゃったみたいなの。聖二郎さんの赤ちゃん喜んでくれるわよね。そのマジ、何よその顔。僕の子じゃないとか言うつもり？そういうわけじゃ。ふざけないで、間違いなくあなたの子よ。絶対絶対認知してもらうわ。ちょっとあんたら、こんなとこで何を騒いでんだよ。血は喧嘩ならよそで。うるさい。そもそもね、あんたがこの人を公園に入れてくれないから悪いのよ。そんなこと言われてもね。ショックで流産したら責任取ってくれるのね。立ち悪いな。カオル子さん落ち着いて。すげえな葉月。おっと、見とれてる場合じゃない、今のうちに。まあでも男性やったら流産とか言われたら一気にヒーってなる可能性あるよね。葉月が警備員の気を引いているうちに正門を一気に飛び越えた。